十数年前に義兄夫の兄はある事故に巻き込まれて数ヶ月意識不明になる重傷を負った。とりあえず意識は回復したけど、片方の手足に麻痺が残った。そして、加害者側が結構しっかりした会社で、あっさり、数千万の慰謝料やら保険金やらを出してくれたらしい。で、義兄がまだ入院している際に、当時勤めていた会社を退職して、退院後は、実家で両親と同居することになった。そこで実家をリフォームするか建て直すかとなったんだけど、結局建て直すことになった。きっと、バリアフリーの義兄にも住みやすい家にするんだろうと思っていたけど、できたのは、地元の工務店に建ててもらった純和風の家。しかも、バリアフリーどころか、玄関付近は、浸水対策とかで、5段くらいの階段がある。義父は、自分のやりたいことをするのに、正当な理由を後付けする人で、いわく、階段を登るのもリハビリだそうで。義兄の部屋は2階に作ってる。だけど、自分の書斎と称する趣味部屋も作っていた。義兄の慰謝料や保険金当てにして建てるなら義兄ファーストだと思うのだけど、そんな考えはなかったらしい。結局義兄は手足にちょっと麻痺が残ってしまったけど、両親、義母の方は性格は空気と同居しつつ、今は別の会社でそれなりに生活できている。そして今義父も念を取り、自分で作った玄関前の5段の階段が辛いとこぼしているのは自業自得だと思う。